はい、続いてはこちらの、カラビナカップですね。こちらをご紹介します。まあ、このように見ていただいて分かるように、マグのコップのですね、ここの持ち手の部分がカラビナになっております。あとはダブルウォールになってますので、あったかいもの、冷たいものを飲むときなんかに、おすすめです。まあ、色もいくつかあります。あとはそうですね、通常、山に行ったときなんかに、まあ、登るときというよりは休憩のときとかコップ使わないときなんかに、こういうカラビナの部分をこういったところにつけたりすれば、まあ、なくさずに、済むんではないでしょうか。非常にね、色も綺麗な色になってますので、贈り物なんかにも、おすすめです。こちらのカラビナカップです。